50年、100年先を見据えて、市政のあらゆる分野で質的な向上を図る、世界に誇れるまちづくり、これに果敢に挑戦していきたいと考えています。基本は松井国が市どう長するはかと少子高いう齢こ化とやをし人っか口り減少とといった課題を念頭に、公共交通ネットワークの整備をはじめ、都心部や周辺のまちづくりに一層注力する決意を述べました。また、戦争被爆地の市長として引き続き平和を希求する広島の心を国の内外へ発信するほか、来月開催される G7 広島サミットでは、各国首脳が被爆の実相に直接触れられるよう準備を進めていくと述べました。松井市政4期目は明日からスタートします。